今日もですね、赤い木の実を探してですね、今日は高橋油宝店の射撃場の下の道をですね、随分奥まで探してみましたが、何一つ赤い実がありません。浅田の実も一切なってませんしね。片道約7キロ走りましたけどね。で、こんな山道ですけども、周囲にはいろんなものがありますけどね、今年は特別ですね、赤い実が少ないみたいでもありますが、小鳥も一切いませんね。本当に入り口の方にヒヨドリが一羽見えてたんですけどもね、諦めるかに仕方ないですね。